今年の慰霊の日、糸満市の摩文仁を訪れたのは、北海道出身で現在は千葉に暮らす米本若子さん。礎の前で必ず行う儀式があります。祖父はラベルのボレロが好きでしたね。祖母とデートしていた時に聴かせてあげた曲。米本さんの祖父岡田義弘さんは北海道から10位大尉として沖縄に派兵され、激戦地となった本島南部で戦死したと言われています。県内で見つかった遺骨は DNA 鑑定によって遺族に返す取り組みが進められていますが、これまでに身元が特定した遺骨は6柱。米本さんも祖父の帰りを待ち続けている一人です。そんな米本さんが先月急遽来沖、理由は祖父の遺骨の行方に抱いた危機感でした。普天間基地の移設のため進められている名護市辺野古の埋め立て工事、防衛局の計画では埋め立てに使う土砂の採取場所に本島南部も含まれています。しかし本島南部の土砂には遺骨が混じる可能性があるとして、基地建設に使うことは人道に反すると反発が広がっています。県は防衛局の計画を不承認としてきましたが、先月この不承認に端を発した裁判で県の敗訴が確定、防衛局の計画が大きく前進しました。この結果を黙って見過ごすことができず、異議を唱えたいと米本さんは沖縄を訪れたのでした。しかし早朝の便を使っても沖縄に到着したのは10時半ごろ、防衛局とのアポは11時半とタイトなため公共交通機関では間に合いません。米本さんが頼ったのは、ああどうもどうもご苦労様です、びっくりした。遺骨収集ボランティアガマフィアの具志堅さんでした。具志堅さんは防衛省との意見交換会を定期的に主催し、防衛省の計画撤回を求める遺族の声を届ける機会を作ってきました。今回米本さんが行う本土遺族としての単独での要請行動は具志堅さんが知る限り初めてだといいます。本土から一人のご遺族、女性が一人でやってきて声を上げるっていうのは、私は多くの人に知ってほしいなと思います。それぐらい、なんていうんですかね、重要なことなんですよ。医療機器メンテナンスの仕事も休んで、米本さんの思いを後押しします。今入れとかないと帰りが足りなくなる。でも具志堅さんのガソリン代も結構バカにならないじゃん。いや、飛行機、彼女の飛行機代比べたら、あー、そんな。戦没者の皆さん、どのご家庭もご苦労をなさってきてるわけですから、手足動くものがやっぱり行くのは普通のことかな、うん、おじいちゃんのことに関してはおじいちゃんに動かされてる感じがいつもしています、うん、きつくしてください。あ、これアイヌの、そう、みんなを連れていくわ。日高にたくさんアイヌさんいるんですけど、
祖父と同じように沖縄に派兵されたアイヌの人たちの思いも届けようと、伝統的な刺繍が施された鉢巻き、マタンプシを巻いて背中を押してもらって防衛局へ。すいません、ありがとうございます。報道室さんが受け取るんですか。はい、本日はそのようにちょっと話をさせていただいておりまして、はい、昨日の仕事終わり、ほとんど寝ずに書き上げた要請書を読み上げます。本計画は戦争で亡くなった方々への冒涜であり、筆舌に尽くしがたい苦悩を強いられてきた遺族の感情を著しく逆なでするものです。新しい基地の埋め立てに使用するのなら、なぜ沖縄まで来て死ななければならなかったのでしょうか。国策に矛盾を感じます。本日お受けした内容につきましては、はい、担当の方にもですね、お伝えしたいと思います、はい、移動の総時間はおよそ5時間、やり取りは5分ほどでした。今日は皆さんの手を借りて自分のするべきことが果たせたかなと思って、こっからどうなるかね結局ここに来たかったんじゃないかっていう説もあるな次は知り合いの本土遺族の声も携えて、改めて防衛局に要請したい。やるべきことが明確になった来沖でした。